大スズメバチを自動的に撃退する機械を作っていこうと思います。ここが針金でつながっていて、モーターが回るとスプレーが引っ張られてこんな感じで出ます。プログラムは Python という言語で、すごい短いプログラムを書きました。さあどうでしょう、さあどうでしょう。こんにちは、週末予報チャンネルのゆういちです。前回オオスズメバチを画像認識で検出することに成功しました。今回はオオスズメバチを検出して自動的に追い払う装置を作ったので試してみたいと思います。それではスタート。はい、ではまず前回のおさらいをします。オオスズメバチの写真をたくさん用意して、その特徴を機械に学習させました。そして見事オオスズメバチを検出することに成功しました。詳しくは概要欄に前回の動画のリンクを貼っておくので、そちらを見てください。それだけだと意味がないので、今回はオオスズメバチを自動的に追い払いたいと思います。このチャンネルでも紹介したことがありますが、このスズメバチサラバというオオスズメバチを追い払う商品があります。スズメバチサラバはスプレーが結構激しく出てしまうので、今回は別の商品を持ってきました。それがこの B サイレントです。これはスズメバチサラバと同じ会社から出ている商品で、養蜂の時にミツバチをおとなしくさせるために使います。この商品はこんな感じで結構まあ細かい霧が出るっていう商品ですね。このスズメバチサラバとこの B サイレント同じ会社から出ていて、主要な成分も全く同じものですね。フェニルメタノールが両方使われています。でこちらの B サイレントは養蜂用っていうふうに説明されてるんですけど、スズメバチにかけてもスズメバチサラバと同じように逃げていくはずです。はい、ちょっと試しにかけてみたいと思います。オオスズメバチが蜂蜜を舐めに来てます。ここに B サイレントをかけてみます。まあ逃げていきましたね。ちょっとびっくりしただけかもしれないんですけど、結構嫌な匂いがします。スズメバチサラバと同じ成分使われているので、まあ、かかったらすぐに逃げていきます。はい、この B サイレントをミツバチにかけるとどうなるかっていうのを試してみます。こんな感じで嫌がって逃げていきます。巣箱の中を内見するときにこれをかけておとなしくさせるという商品なので、当然ミツバチにも影響はありません。はい、それでは早速オオスズメバチを自動的に撃退する機械を作っていこうと思います。前回はこのパソコンでオオスズメバチを検出したんですけど、まあ、これだとちょっと今回使えないので、このマイクロコンピューターを用意しました。これはラズベリーパイというマイクロコンピューターで、だいたい2万円ぐらいで一式揃えました。カメラもついてます。でこのラズベリーパイでスプレーを噴出させるために、まずスプレーを買ってきました。これはダイソーで100円で買ってきました。スプレーにサーボモーターという指定した角度だけ回るモーターをつけました。接着剤でついてます。ここが針金でつながっていて、モーターが回るとスプレーが引っ張られて、まあ、こんな感じで出ます。それではこのサーボモーターをマイクロコンピューターにつなぎます。はい、つなげました。では最初にスプレーを噴出するところだけプログラムを作ったのでやってみようと思います。マイクロコンピューターに電源をつなぎました。でこのマイクロコンピューター、なんとこんな風にディスプレイもつながるんですね。普通のパソコンみたいに動きます。でプログラムは Python という言語で、すごい短いプログラムを書きました。はい、ではこれでスプレーを噴射させてみます。はい、じゃあ行きます。はい、うまく出ましたね。ちょっとさすがに弱いんですけど、まあこれで30センチぐらい飛んでるんで大丈夫だと思います。で、オオスズメバチが近づいてきたら自動でスプレーを噴射して B サイレントかければオオスズメバチは逃げていくはずです。次は実際にカメラで検出してスプレーを吹き出すところをやろうと思います。オオスズメバチの前にまず人で実験したいと思います。今回画像認識で使っているヨロのバージョン5には最初から人を認識するものがあるので、人が近づいた時にこのスプレーを噴出させてみたいと思います。はい、それではやってみましょう。はい、今プログラムを起動しました。
ここにカメラがついてて、ここに霧吹きがあるので、このカメラの前に来ると霧吹きがプシャッと出て顔にかかります。で、今回アシスタントを用意しました。はい、アシスタントのまゆです。ではカメラの前に立てます。はい、ちゃんと動いてるようです。はい、うまくいきました。ちょっとマイクロコンピューターの性能がさすがに弱いので3秒に1回ぐらいしか検出しないんですけど、オオスズメバチは結構ゆっくりと動くのでこれで大丈夫だと思います。ではようやく巣箱でやってみたいと思います。はい、昨日からいろいろ探したんですけど、オオスズメバチを見つけられずに結局1日経ってしまいました。週末用法の巣箱はこういう風に鉄でできているので、オオスズメバチが来てもすぐ帰ってしまうのかなと思います。このオオスズメバチ1匹飛んでるのを捕まえたので、このスズメバチを使ってシミュレーションしたいと思います。で、もうこの巣箱でセッティング完了しました。ラズベリーパイ、これですね。今回ちょっと大きいんですけど、このキャンプ用のバッテリーを使っています。で、カメラここに設置していて、オオスズメバチが巣門に来た時に捉えられるように巣門周辺を映します。で、スプレーは巣箱にかかるように、もともとミツバチに害がないのと、オオスズメバチが来たら籠城して外にあんまりいなくなるので、まあ、これで大丈夫です。では早速僕がオオスズメバチの動きをシミュレーションしてやってみたいと思います。で、オオスズメバチはこうブーンと飛んできて、でミツバチがいようとないが、こういうふうに巣門に着陸します。こう入れるとこがないかうろうろ動き回るわけですね。こういうふうに、あ、今ちょっと反応しました。ミツバチは怖がってどんどん中に入ってしまいます。入ってここに来ると大体3秒に1回ぐらい認識するので、カメラで認識されるんじゃないかなと思うんですけども、しないですか、うん、しないですか、カメラさん。まあ、結構ね、巣箱に入れないときはこの辺をずっとうろうろしているので、そのうちどこかで識別できるといけると思うんですけど、あ、ちょっと逃げちゃいました。さあどうでしょう、さあどうでしょう。お、びっくりしてオオスズメバチ転がってます。ちょっと嫌がってますね、羽動かして。あ、でもスズメバチさらばよりかちょっと効力弱いのかな。意外とそのまま離してもいけそうなので、ちょっとここでこういう風に、はい、歩いてください。そっちじゃない、で真ん中ぐらいに行くと映ると思うんですけど、こう逃げ、オオスズメバチもこうパニックになってるような感じがしますけど、もうちょっとゆっくりしてくれないと認知、検出できないかな。どうですか。ちょっとスプレーがもうちょっと近くでいいのかな。さっきちょっと分かりにくかったので、ディスプレイを用意してカメラの映像をリアルタイムで見れるようにしました。網で捕まえてきました。これで、まあ、こんな感じですね。襲いに来るとこんな感じで来るので、さあ認識するかな。あ、かかりました。嫌がってます。これで逃げない。はい、オオスズメバチは巣箱に着陸するとこの辺りを歩き回るので、何度か歩き回らないかやってみたんですけど、ちょっと無理だったのでこういうプラスチックの透明なケースに入れてみました。で、今もちゃんと認識したんですけど、ちょっとね 3.5 秒に1回ぐらいしか検出できてないんですけど、結構な割合で検出しますね。今も検出しましたね。はい、実際にオオスズメバチがミツバチを襲う時もこんな感じで巣箱の入り口付近を歩き回ります。まあ、ちょっと今違う方向を向けてたんですけど、こういう風に向けておくと、
はい。見ましたか。こんなに飛んでます。大成功作って。今回はオオスズメバチを自動で追い払う機械を作ってみました。いやー、思ったよりまあまあうまくいったかなと思います。で、今回悔やまれるのは、まあ、実際にオオスズメバチが来ているところじゃなくて、まあ、自分で捕まえてきて試してみたってところで、ちょっとそこだけが心残りなので、またちょっとオオスズメバチが襲っている群れを見つけたら、これを使ってミツバチを守ってみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは日本ミツバチの飼育方法やオオスズメバチの対策を紹介しているので、よかったらチャンネル登録お願いします。コメントや高評価もお待ちしてます。それではまたお会いしましょう。さようなら。次回は今回使用したオオスズメバチを自動で認識する機械を使って、オオスズメバチが来たら LINE で通知をするシステムを作ります。うまく LINE に通知を送ることはできるのでしょうか。次回もお楽しみに。それでは。オオスズメバチさんから、あ、オオスズメバチさんが写真を